はい、皆さんこんにちは、夏ボンです。2020年の開幕がもうね近づいてきたんですけども、開幕戦に向けてのオーダー、これねどんな風に組むのかなってそろそろ気になり始めた頃なんですけども、あのネット上にもねいろんなオーダーが、こんな感じでどうかななんてのが出てましたので、ちょっとご紹介していきたいと思うんですけども、私としては4番にはねボア選手、すごいいいのかもしれませんけど、どうしてもね大山選手に4番の座に座ってほしいなという思いがあります。昨年のね大山選手のホームランをちょっと見てみましょう。1本目のホームランが菅野投手から10点を取って KO した時のとどめのホームラン、これはねもう本当に特大でした。2本目のホームランが CS で勝ち越しとなるホームラン、こちらね価値あるホームランだったんですけども、ぜひともね大山選手には2020年も4番を務めていただきたいという思いがあります。それではね予想オーダー、他の人がねどんなのを出してるか見ていきましょう。こちらがね一番最初にネット上で見つけた予想オーダーなんですけども、この方はね1番に2塁上本選手置いてるんですけども、私はね昨年の実績から言えば糸原選手の方が上かなって気がします。あとね丸って大山ってなってますけど、あと高山サンズ、この辺もねちょっともったいないんでちょっとね悩むとこですね。あと8番木浪ってなってますけど、北条選手にするかどうか、もう本当にね悩むとこだと思います。はい、次に見つけたのが、こちらなんですけども、こちらの方は1番に北条選手で、2番はね同じく近本選手になるんですけども、4番にね大山選手が入ってて、5番にボア選手持ってくるんですね。このオーダーですと高山選手が外れてしまうのでね、この辺もねちょっと悩みどころではありますよね。次に見つけたのがこちらなんですけども、これはね近本選手、木浪選手、糸井選手と、去年よく見たオーダーなんですけども、違ってるのは、大山選手が5番に移ってボア選手が入る、あと高山選手もね7番なんか打ってるようなねバッターじゃないと思うんですよね。ぜひともね今年はねスタメン定着して活躍してほしいと思います。この皆さんの予想を見てると福留選手とマルテ選手が、外れる方向にあるみたいなんですけども、これね使わないのももったいないし、どうするのかなと矢野監督もね今考えてると思います。キャンプでね、どんな成果が出るか、それとね福留選手と、糸井選手、年齢的にもね怪我も多かったですしね、例えばねピッチャーみたいに1回から5回まではじゃあ糸井選手、あと6回から9回までは福留選手、こんな感じでやっていけば、怪我のリスクも減るし、そうすれば最終戦まで、元気よく、怪我なくやってくれるんじゃないかなっていう気はしますけど、それではね最後に私のね開幕スタメンの予想、こちらの方をちょっと発表したいと思います。こちらがね私の予想オーダーなんですけども、1番はね木浪選手にするか北条選手にするか迷ったんですけども、北条選手ね昨年末すごいね活躍してましたので、ちょっと1番に入れてみました。で2番のね近本選手はね他チームではね2番にね一番いいバッターを持ってくるなんていうスタメンを組んでくるチームもありますんで、2番に近本選手、これ足もありますしもう問題ないと思います。で3番にねボア選手期待して、バースの再来といえばねやっぱり3番バッターかなと思って3番に入れました。あと4番はねもう大山選手で、5番に糸井選手を持ってくれば
まあ、確率性も高いですし、さっきも言ったようにね、途中から福留選手に交代するなんてのもね、ありなんじゃないかと思います。で、高山選手6番。6番はね、本当にね、ここがね、打つ打たないで大量点になるかありますんで、高山選手にはぜひ頑張ってほしいと思います。そして、7番に糸原選手。で、8番にね、もうもったいないぐらいのね、バッターですよね、梅野選手。こちらを入れてくると、もう1番からね、8番まで期待できると思うんですけども、この他に、糸井選手1番っていうね、オーダーがね、よくネット上で見られるんですけども、まあ、これね、どこのテレビ局でやったのかな、ちょっとわかりませんけども、まあ、こういったオーダーも出てるみたいなんですけど、まあ、糸井選手が1番だったら、ちょっとパワフルなね、打線になるかと思いますけども、私はね、こちらの予想を立ててみました。皆さんね、どんな予想になるかはわかりませんけど、2020年優勝を目指して頑張ってほしいと思います。夏ボンでした。